はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画はトレーニング動画です。公園内にある坂を使って坂トレーニングをしていきます。まず最初にスキップダッシュを5本やっていくんですけども、走りにつながるようにしっかりと腸腰筋を使って引き付けのトレーニングをしていきます。久々にスキップダッシュをやったので、なかなかですね前に出てこないっていう感覚があったので、まあ、5本にしてですね、引き付けの意識っていうのを最大限出していくようにしていきました。つなぎはウォークバックっていう形でやっていきます。5本が終わったら少し休憩して、今度はですね走りをやっていきます。坂上り 50m ですね、こちらを3本走っていきます。坂ダッシュなんですけども、もちろんですね全力で走らないこと、しっかり一歩一歩ですね地面を押して足を前に引きつけることを意識して走っていきます。足を流さないために走りますね。これがラスト1本走っていきます。フォーム、膝の角度しっかり考えながらねやっていきます。はい、 50m が終わりましたら、次は距離を伸ばして約 80m の地点からスタートしていきます。ずっと上りではなく、約 30m ぐらいが平地から、そして上りになっていきます。こちらは2本やっていくんですけども、気をつけるポイントとしては、平地から上りになりますので、ここの時にですね切り返しの部分でつまずくでしたりね、動きが極端に変わらないことを意識して走っていきます。で、80が終わりましたら少し休憩して、ラストの 100m を行きます。こちらもですね 50m 直線、 50m 上りっていう形になってきますので、動きが最初から最後まで変わらないように意識して、しっかりとリズムアップして走っていきます。はい、上りが終わりましたら、今度はですね長い下りをやっていきます。これはですね速く走る目的ではなく、そのままの勢いで平地、そして若干上りになってますね、そこにつなげていくっていう作業をしていきます。リズムを崩さないこと、動きを変えないことですね。そして締めにですね平地芝生でですね流しをして、動きの確認をしていくというふうにやっていきます。こちらですね本数的にはもう1本から5本以内、自分ができたかなっていう風な本数でいいかと思います。今回は2本で終わったんですけども、こういった形で必ず平地で締めるということが重要になってきます。以上がですねトレーニング動画っていう風になります。今回の動画ね、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。